日本政府、17連休要請はデマ。朝日新聞、ネット上などで拡散。その真相、がネットではない。内容はこちら。17連休要請をめぐる騒動が話題のようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。年末年始の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、西村康稔経済再生相は27日の閣僚懇談会で、休暇の分散を所管業界などに呼びかけるよう協力を求めた。ただ、12月25日頃から1月11日、成人の日まで休むことを一案と紹介した西村氏の発言から、ネット上などでは、26日からの17連休の要請では、との受け止めが一部で広がっており、政府は火消しに追われている。17連休説が広まるきっかけは、23日の西村氏の会見だ。年末年始休暇の分散要請について、1月11日まで休みを取るのも一案、との専門家の意見を紹介すると、17連休になる、と一部で拡散。ネット上では、サービス業や医療従事者は、そんなに休めない、時給しかもらえないアルバイトは辛いのでは、などと批判が噴出した。しかし、その真相は。17連休はマスコミが発信源のようですね。朝日新聞もネットのせいにする前にちゃんと裏取りしなきゃ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。都合のいいのだけ、ネットでは。同調を促すときは、ネットでも。つまり、使い方は悪意でも、ネットは無視できなくなっている事実。ネットの存在が、ますます大きくなってきたということですね。いい傾向です。次はこちら。ネットのせいにして、うやむやにできる時代じゃないのがわからんのかね。昔はうやむやになってたのが恐ろしい。昔はマスコミがどれだけやりたい放題やってたのか、想像するだけで恐ろしいですね。次はこちら。朝日お得意のマッチポンプ。なお、消化は全くできていません。その新聞をテレビが何の裏付けも取らずに流すから、あっという間に広がる。朝日新聞は猛省するべきです。最後はこちら。ニュースが17連休を強調しすぎなんだよ。テレビで知りましたけど。テレビでも新聞でも報道したやろが。普通にテレビでも17連休うんぬんやってたがな。テレビで知った方も多いようですね。結論。朝日新聞は記事を書く前に、17連休要請というデマがどこでどう作られ拡散されたのか。まずはそこをしっかり確かめた上で記事を書くべきでしたね。何でもかんでもネットのせいにするのはダメだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。